タッバクは、サウジアラビア、イエメン、インドネシア、マレーシア、タイ、シンガポール、ブルネーで主に見られる、パンケーキあるいは揚げパンである。マルタバク、ムルタバックの表記も見られる。日本語のマスメディアやブログ等では、お好み焼きと紹介されることがある。地域によって、名前や食材は大きく変わる。アラビア語名、ムタッバクは、折りたたまれたという意味である。マレーシアでは、 ムルタバはママスストールで販売され、通常ニンニク、卵、玉ねぎを混ぜた羊肉のミンチが入っており、カレーソースをかけて食べる。イエメンのムルタバも通常は羊肉が入っている。インドネシア、特に首都ジャカルタではマルタバと呼ばれ、甘いものと塩味のものの2種類ある。ムルタバはデリーするターン朝時代のインドが発祥である。貿易賞を通してムルタバは、 デリー・スルターン朝時代に東南アジアへ伝わり、これらの国々で人気であり続けた。マルタバはインドネシアの人気料理である。インドネシアのマルタバは2種類あり、甘いものと塩辛いものがある。両者の作り方に類似点は全くない。味、外形、調理法が完全に異なるにもかかわらず、2種類のマルタバは通常、互いに隣で見られる。例えば、 甘い丸束を売る店で塩辛い丸束も売っているという具合である。チョコレート入りの丸束マニス丸束マニス、すなわち甘い丸束は香り高くパンケーキのようなインドネシアで人気の甘い料理である。時に丸束バンカとも呼ばれるが、バンカとはスマトラ島沖にある島の名前である。ジャカルタと西ジャワ州ではこの甘く厚みのあるパンケーキはテランブランないしは クエピナンバンカと呼ばれている。マレーシアではアパムバリクとして知られる。マルタバマニスは普通、夕方に露天商によって直径25センチメートル、厚さ3センチメートルの特殊な形のフライパンで作られる。調理後、たっぷりとバターやマーガリンを塗り、客の好みに応じてトッピングをする。二つの代表的な味にチョコレートとチーズがある。 一般的なチョコレート味の丸束のトッピングは、チョコレートマウシス、粒状のチョコレート、落花生、加糖練乳、ゴマがある。チーズ味の丸束は、おろしたチーズや、加糖練乳をトッピングする。トッピングされた後、半分に切って、一方をひっくり返して、もう一方の上に乗せる。さらにその上に、多量のバターやマーガリンを塗る。チョコレート味の丸束を半分に切ったものと、 チーズ味の丸束を半分に切ったもの、またはチョコレートとチーズが一緒に入った丸束を特に、丸束スペシャルという。近年、トッピングにバナナを使うのが人気となっている。丸束、トゥロー丸束トゥロー、またはエッグ丸束、丸束アスインは、卵が入ったクレープのような丸束である。アヒルの卵、玉ねぎ、ネギ、味付けした、ひき肉、調味料を使う。 丸束の生地には、フィロのようにとても薄い、ねじったペーストリーを使う。ペーストリーは、重い中華鍋で平らにして、習慣的に軽く揚げる。生地のペーストリーを、中華鍋で平らにしてから、卵に混ぜた具をその中に入れる。ペーストリーを揚げ、その間に速やかに半分に折り、長方形を作る。この調理法には熟練の技術が求められる。揚げた後、 小さく四角形に切って客に提供する。しばしば角切りにしたきゅうりの漬物やすと、白糖から作られる焦げ茶色のソースを添えて食べる。ありがとうございます。